帰宅しました。お疲れお疲れ。ポストしよう。ちょっとだけ配信します。今日は金曜日か。やっほー。皆さん何タイムですか？何タイムでした？そうよ、まとめ髪です。もう崩れとるかもしれん。もうお昼ぐらいにしてもらってから今なので崩れとるかも。まとめ髪です。もうずっとさ頭痛がしてたけど、みんなに見せるために私頑張ったから頑張ったから褒めて褒めて。翔一さんめっちゃあら、めちゃ可愛い。ありがとうございます。いっぱい、あせあせ。せちさん、けんちゃん、ヒューガヒャンさん、もやし生活さん、かずささん、似合う、あり似合うじゃない、めっちゃ可愛い。ありがとう。汗汗。山井さん、結婚は嫌です。翔一さん、くまありがとう、ありがとう。ヤンカーさん、イコルさん、ゆずきちさんもめちゃくちゃありがとう。あ、褒めてくれたってこと？あ、言葉でもいい、言葉でいいよありがとうね、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとう。ゆじこさんも星10個ありがとう。なんかね、多分引っ張られてるからなのかな。もうなんか痛かったんですけど今日ずっと。でもなんか褒めてもらったら痛くなくなってきたこれ本当に本当に今なんかもう痛くなくなってきちゃった。あれ、なんか痛かったんですけどね。痛かったんですけどね。今日は生写真の撮影があって、その後もう一つお仕事して今帰宅した。本当に15分20分前ぐらいに帰宅しましたね。ただいま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 。今日は20分ぐらいまで配信しようかなと思います。翔一さん、お疲れ10個ありがとう手洗った、ちゃんとうがいもした
アンちゃんと一緒だったのって、そうそうそう、福田ゆいなちゃん3期生のゆいなちゃんと今日一緒のお仕事だったんですけど、私私そう急にさゆいなちゃんにもうリプ返しちゃった今日今日ね、一緒そうお仕事だったんですけど、ゆいなちゃん毎日アイドルやってて今日配信できなくて、もう帰ってくる広島に着く時間がもう22時とかだったので急遽配信できなくなっちゃったんですけど、いやー、もう私は感動しました感動しましただけ言っても分からんよね。なんかね、なんて言ったらいいんだろう、急遽のお仕事だったので朝配信とかもしてできなかったし、もともとね22時には21時半ぐらいにはお家に帰り着くって言われてたんですけど、もう遅くなっちゃったので、そう配信急遽できなくなっちゃって、絶対さ悲しかったりあったと思うんだけど、空気が悪くならないようにもうずっと笑顔で笑顔でいてくれて、私はもう感動しました。すごい素敵な子やって思って、そうチケットが座ったからそのね途切れてはないんだけど、いやそのチケットをさチケットって大切じゃんチケット、私もチケットを愛するものとして それを今日さ使わなきゃいけない状況になっちゃったっていうのが、そうとね、悲しかったと思うけど、はあ、いい子って思って、私は感動してましたよ今日どの人が言ってるんってそれはあるそう、私は毎日アイドルマックスで何日だっけ、何日とかちょっと忘れちゃったけど、何十何日とか二十何日とかだったんですけどいや、あみんなもあんま覚えてないえ、62日やってたん？ 64？ ん？ 30？とあんまり覚えてないんですけどえ、すごいじゃんその時の私、その時の私すごいじゃんって言ってたけど、言ってるけど、ゆいなちゃんもうすぐ1年もう1年とか言ってたな そう、私はもうチケットチケットをね自らの意思で使い回ってたんですけど、その期間もでもそう今日はねもう使わないといけない状況になっちゃったので、そうちょっと訳が違うよね。コーラさん星10個ありがとうございます、ありがとう。そうだから私はでも今日仲良くなれて嬉しかった。
ろいろお話ししました。ふふふふ。あれじゃない、この配信ってさ、前回私あれか、リコちゃんと一緒に配信して以来か。だったらちょっとあの配信を切った後の話をしようかな。配信を切ったあと、実はとあることが行われていたんですよね。もうメールとかではね話したんですけど、次、そう、佐古先生、そう、その次の日、配信切った次の日が佐古ちゃんの誕生日で、そう、お姫様、佐古姫様の誕生日で、みんなでその大人メンバー、私とリコちゃんとアイコちゃんとパシェとサーヤンでこっそりサプライズをしようっていうことになってて、サプライズした。翔一さん、クマありがとう、思いを届け、クマありがとう。そう、みんなでみんなでそれぞれいろんなお菓子とか持ち寄って、そう、メールに送ったけども、すごいね、ベッド中にお菓子がバーって並べれるぐらい大量のお菓子になっちゃって、結局みんなでそれぞれ買って持ち寄って、0時になるちょっと前にさこちゃんのホテルの部屋の前でみんなで声を潜めてやってました。で、00分になったら、おめでとうって言って、突入した。ハッピーハッピーバースデーでもそうなんよね、実はその外でさ、こそこそ喋ってたんだけど、その声が聞こえてたらしくて気づかれてた聞こえてたって言われてちょっとサプライズサプライズではなくなっちゃったんですけど、パーティーしました。さこちゃんがそのベッドに座って、他の5人がベッドの周りに座るベッドの周りの床に座ってこのさこちゃんの前にお菓子並べて、お菓子を献上してて、本当にお姫様お姫様でした。そう、上納したんや、みんなで。何のお菓子あげたので、いろ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 あった。けどそのさこちゃんがその中で一番に食べてくれた、みんなでさ、何を一番に食べるんだろうって言ってこう見てたんですけど、なんとそれが一番に食べてくれたのが、私の買ったシュークリームシュークリームがいっぱい入ってるのみたいなので、そうだからちょっと自慢、さこちゃん17歳初めて食べた食べ物が、私が私があの上納
献上しました。何のマウント。そうやった、喜んだ。そうでね、あのあと結局ね2時近くまでみんなで人狼ゲームしたりいろいろしてた。人狼ゲームしてました。久しぶりで楽しかった。人狼さやかりんが強かったとって、え、強くなかったよ、吊るされました。2回もう時間的にね2回が限度だったんだけど、毎回人狼じゃないのに釣られた。でもその釣られた理由がなんか私人狼好きで結構人狼ガチ勢でなんかいっぱい喋っちゃう、なんか説明とかしちゃうんですよ。だからなんか詳しいからみたいな、怪しい。人狼楽しいよね。でも1日目は市民で2日目は占い師だったの。占い師だったのに初日に釣られて私は殺さない方がいいのにってなりました。え、でもね人1回目がめっちゃ面白くて、展開がなんか初めに市民がもう役職とか何にも持ってない市民が2人いるはずだったから、とりあえず役職も何にもない普通の一般市民一般市民は名乗り出ようって言って、私普通の市民だったから入って手挙げて、そしたら2人のはずなのに出てきたのが私とパシェと愛子ちゃんの3人で、おかしいじゃんってなって、絶対もうそしたらさその3人の中に人狼いるじゃん。あ、狂人はねいない設定だったから、市民2人占い師騎士人狼霊媒師の6人で、だからじゃあ絶対この3人の中も誰かが人狼じゃんってなって、まず一番目にまあなんかいろいろあって愛子ちゃんが釣られることになって、一番目にでも釣られちゃって、そしたらもう私目線で言ったらさ絶対パセリが人狼じゃん、だからもう絶対パセリだパセリだパセリだってなってでパシェから見ても多分私が怪しい人狼じゃん、だからパセリももう私が人狼だってなって、そう熱い展開でしょでは結局その次の夜に私が釣られて、ああみんなもうパセリの手のひらの上で転がされてるって思って、ああって思ってたんですけど、結局人狼だったのはサーヤンでした。待ってどこからなぜってなってさえ、楽しかった。でもまさかのサーヤンみたいな、サーヤンあんまさ喋ってなくてなんかね私は
謎の役しますとか急に言い出して、なんかずっとね、なんかこんな、なんかずっと本当に本当にずっとこうしてたの、サーヤン人狼中ずっとこれだから、あ、まあサーヤンはそう謎の役なんだって思って、みんな誰も疑ってなくて面白かったな。翔一さんありがとう、クマありがとう、めっちゃ可愛い、もありがとうございますで結局愛子ちゃんはなんだっけ、騎士か何かで多分守ってもらう、ん違うな、ん占い師だったかな、ちょっとどっちか忘れちゃったけど、あえて殺されないために出たみたいな感じで、あ占い師だったかな、それで騎士に守ってもらういたくてあえて出たみたいな感じだったからそうびっくり展開で面白かったそれを1時夜中の1時ぐらいにやってるから一番楽しい時だったよね。しょういちさんキャンディーもありがとう、ありがとう。面白かった。人狼楽しい。それ配信してほしいって、人狼配信したいね。人狼配信したいけどいっぱい人数がいるからね。ということをね、あの配信が終わった後やってました。13日か2日前やっておりました。もやし生活さんありがとう、思いよ届けくまありがとう。私はちょっとタワーのお礼をしてもいいですかめっちゃ急なんですけど、タワーのお礼をしていいですか今唐突にタワーのお礼をしていいかしら。書いてきた、いつかな、いつかいただいたタワーのお礼させていただきます。ダダン、コーラさんタワーありがとうございました、ありがとう。白飛んでる、にゃんちゃん、にゃんちゃんタワーありがとうございました。翔一さんタワーありがとう、ありがとう。パチ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 、ありがとうペンギン、こちらこそ、こちらこそありがとう。
最近はなんだっけ、なんとかペンで書くのにハマってる。タワーのお礼はありがとうございました。そしてそしてお疲れさん、ありがとうございました。タワーありがとう、ありがタワーです。トイプータワーありがとう、最高って、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでちょっと唐突なタワーのお礼をさせていただきました。ありがとうございました。そうね、コピックペンですね。ペンでさ思い出したんだけどさ、何の話の流れだったかな、なんかの話の流れの時に私がメイクさんとなんかペン話の流れ忘れちゃったけどペンの話しててペンの話しててえペンの話だったかな、もう話の流れ忘れちゃったけどメイクさんとなんか話してたらサーヤンがたまたまね急に隣に多分何か取りに来たかなんかで多分その発泡ペンとかのことを言いたかったんだと思うんだけど急にあアイアムペンって言い出してえメイクさんと私困惑みたいな。そうピコ太郎さんのねそのなんその話を多分したかったんだと思うんだけど急にアイアムペンって言い出して私はペンってなったのを思い出したんだけどもう何の話の流れだったかが忘れちゃったな。何の話の流れだったんだろう思い出せん。何やったっけ。どうしてそうなったって、そうちょっと私ごめん、私の記憶力の問題でもう覚えてないけど。何だったかな。懐かしいものの話とかだったかな。違うかな。いや違うな、懐かしいっていうのはそのあそれ発泡ペンかっていう話になってあー懐かしいけどあれって何年前なんだろうみたいな話になったからもうことの発端の話忘れちゃった。翔一さんクマありがとう。イコルさんキャンディーありがとう、ありがとう。ユウチさんかわいいもありがとうございます。明日はチャートリ公演、です、よろしくお願いします。カレーさん星いっぱいありがとう。そう昼夜生誕祭ですね。
サラピとひなさんの生誕祭。そう。じゃあありがとうお団子。あら、コーラさん、タワーありがとうございます。ありがとうタワー、トイプータワートイプータワーありがとうございます。え？トイプータワーこれなんか書き足す？書き足そうかなちょっと使い回しになるんですけど大丈夫そう大丈夫そう。コーラさんありがとうコーラさんありがとう。よいしょ、書き足そうかな。明日昼夜行くけんって、ダメなの？ダメなの？ダメだって。じゃあもう明日見つけません。はい。じゃあもう明日見つけません。私。よろしくお願いします。タワーありがとうございました。ということで、じゃあ。お団子ありがとうございましたということで、一日ほどこうかな、ほどこうかな。私の頭痛から解放される。はあすごいことになってるかもしれん。封印が。解かれる。え、そう、ピンがね。何本目かちょっとわからんけど。え、どう、ちょっと待って、どうなってるんだろう。何本目だろう。1,2,3,4,5,6,7,8。あ、でもこんぐ、え？9,10,11。解放された。解放。ボサボサすぎ。結びたいけど。結びたいけどちょっと待って。今。よいしょ。よいしょ。よしよしよし。今日も一日お疲れ様でした。じゃあ私はお風呂に入ってできるだけ早めに寝よう
めちゃめちゃ短い三つ編みです。めちゃめちゃ細い三つ編み。じゃあこれで配信を終わろうと思います。壇上を読もうかな。この状態はなんていうの、もう後ろにだってもうお団子でまとめてる。なんとも言わん。明日髪型どうしようかな。なんかさ、だんだんヘアアレンジできる長さになったから、私優柔不断なのでいつも迷っちゃう。三つ編みいい？三つ編みもありかも。最近あんましてないな。サラピに決めてもらうのもいいかもね。なんて言われるんだろう、ちょっと気になる。サラピに決めてもらおうかな。ちょっと気になる、どういう髪型を言ってくれるんだろう。ルーレットで決めようって、それもありかもね。もう毎回悩むから、もう髪型ルーレット作っちゃって、もう前日の夜とかにさ、じゃあ行きますえいって言ってさ決めるのもありかもね。という感じで配信を終わろうかな。20分までって言ってたよね。もう30分だわ。昼はサラピに決めてもらって、夜はひなさんに決めてもらう。そうしようかな。という感じで私寝ます。おやすみ。ということで壇上読ませていただこうかなと思います。ダダダン。13位ヤンカーさん、12位ヤマイさん、11位ケンちゃん、10位ヨシヒコさん、9位ヒューガヒャンさん、8位ヨアちゃんさん、7位もやし生活さん、6位イコルさん、5位カズサさん、4位ゆずきちさん、3位しょういちさん、2位コーラさん。どうしようかな。そして1位お疲れさん、ありがとうございました。ありがとう。パチ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 、ありがとうありがとう。そして明日大吉の方はせいくんです。おめでとうございます。パチ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 。ということで、ね、明日公演よろしくお願いします。なんかこの髪でもいい気がしてきた。明日もう高め三つ編みにしようかな。じゃあね、それじゃあね、明日はじゃあ公園でねお会いしましょう。ということで昼夜盛り上げていきます、生誕祭。ということでおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。いい夢見てね。ではでは、バイバーイ。